つぶさん、うん、おはよう。おはようございます。8時だよ。どこ？はい、ここは、うん、日光です。お、日光っていうことは、ここは日光杉並木街道です。今日多分歴史に殺されます。東照宮っていうと徳川家康というイメージが強いんだけど、うん、創建された時に、うん、各地の大名さんたちは、うん、いろんなものを東照宮に送ったの。なぜか、うん、武蔵の国、どこか分かる今の武蔵？これ？これか？武蔵って、うん、宮本武蔵。あ、そう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 。武蔵の国は現在の埼玉県でございます。はい、うん、川越城のお殿様、うん、松平正綱、うん、信綱親子によって20年かけて杉の苗木を日光に入る街道に苗木を1つ、2つ、3つ、4つと20年かけて植えていったんです、うん、はい、和歌山県から熊野地方杉の苗木を取り寄せて、うん、息子と共に20年かけて日光に入る街道を全て杉の木を苗木を植えていったんです。へー。延べ34キロ、1625年に植えられた当初は20万本、20万本、20万だよ。ちょっと杉の木を見てもらうと分かるんだけど、うん、ここは夏来てもひんやりしてる、うん、涼しくない？涼しい。この川の水もね流れてて、うん、ちょっと見てください。これさ飲めるでしょ。綺麗だね。飲めそう。